くるっと回ってパーこんにちは、土の子です。今日ね、スマホ版のポケモンクエストがリリースされました。おめでとうございます。ということでね、スマホ版で結構今まではね、スイッチ版しかなくて、できる人がスイッチ持ってる人じゃないとできないし、いつもねスイッチだとなかなか持ち歩けないですが、スマホ版だとね、ほんといつでも持ち歩けてやれる。そしてねスタミナ性なのでプレイされる方多いんじゃないかなと思います。ということでね、今ちょっともう課金で育ってる状態ですけれども、スタートした時まあちょっと進めるのは全然問題ないんですけど、だんだんね難しくなっていくので、どういうポケモンを育てたらいいかっていうのを初めての方向けにやっていこうと思います。まずね、料理は1つしかありません。そしてね、このスタミナも8個はなくてもっと少ないはずです。そしてこの、チケットも受け取れる数非常に少ないと思います。まず無課金でやるんであれば、まず自分のポケモンを強くしなければいけません。で、強くするためには料理を結構こなさないといけないんですけれども、まあどれもねあって困るってことはないんですけれども、ボックス拡張の方はですね、ストーンボックスはまあ広げれば楽になります。ただただ無課金でやる場合、広げると50使ってしまうので、それでしたらちょっとこまめに整理するっていう形をとって後回しにした方がいいと思います。で、ポケモンのボックス拡張なんですけど、こちらもですね確かね、非常に少ない、20か50どっちかだと思うんですけど、まあそのぐらい少ない。で、無課金でやる方はね、図鑑を埋めようというふうにはあんまり考えずに、まずはね、非常に最後の方まで通用する強いポケモンを、まあ、最短で作っていくっていうのがね一番かなと思われます。なので、ポケモンも増えてきたらですね、レベルアップや技ひらめきに使うという感じで考えるといいと思います。それでじゃあ何が、模様替えグッズで必要になるかというとですね、まあ、作るポケモンを絞って、こういう系ですね、材料のドロップ系、これ確か150だったと思うんですが、150貯めて、1つね、1.5 倍のやつは、買った方がいいかなと思います。おすすめがですね、まあ、他の人たちも、まあ、自分も、動画に一番最初にしましたけれども、地面ポケモンのイワークが非常に使えます。地面ポケモンのイワークが使えるんですが、イワークがね出てくる料理っていうのを後で説明しますけれども、結構灰色の素材が、重要になってきます。灰色の素材、ドードリオテントですね。まあこちらをちょっと先に買うのが僕的にはおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、灰色の素材をたくさん入手して、まずはイワークをゲットする。で、イワークだけじゃなくてね、一緒に出てくるポケモンとして、まあジグダとかもまあ攻撃力高くて強いポケモンなので、まあそういうポケモンもまあ一緒に同時にゲットできる、まあ地面ポケモンで編成していくみたいな形で、まずはねいいんじゃないかななんて思います。で、僕も使用したですね、カビゴンとかノーマルタイプ、結構破壊光線だったりとかギガインパクトだったりとか、まあ強い技持ってるポケモンが多くてですね、そして、カビゴンとかもね、カビゴンはね耐久も高くて非常に僕的にはおすすめポケモンだったので、まあそのノーマルの料理もこの灰色のね素材結構使ったりするので、まあ灰色が僕的にはおすすめなんじゃないかなと。間違ってもですね、僕が一時期厳選したケーシーを初期にね、普通の料理を作ればケーシー出てくるので、まずはケーシーから厳選、そしてねフーディーになって、サイコキネシスを覚えたらもう最強だぜなんて思わないでください。サイコキネシスを覚えるフーディーになるまでレベル上げが必要になります。レベル上げなければいけないってことは、初期の方はですね本当に地獄でございます。まずはね鍋が、鉄の鍋しかないので、まあ3つ合わせてね、まあ、レア素材を使用して、進化しない強いポケモンはもう結構ね、本当にね、即戦力になるポケモン多いので、それをねどんどん作成していくっていうのが、まあ最初やることなんじゃないかなと思います。銀の鍋の、材料、やっていきたいと思います。まずは、地面タイプのポケモンが出る柔らかいもの多め、鉱物少々という感じで、まあ、柔らかいものをで、柔らかいもの多めなので、柔らかいは3つ以上ないといけません。これ柔らかいが3つが柔らかい多めで、鉱物が少々、鉱物硬いもの、これ鉱物でございます。冷たい岩も岩ですから鉱物です。なので、これで、鉱物が少々と、これで、カクコロクレイチャイダーができるはずです。
まあ、ここら辺はレア度の高いポケモンが出るっていうだけでですね、まあ、個体値の変化はこのね、鍋の質によるので、もちろんですね、金鍋が作れるようになったら金鍋で個体値の高いポケモンを狙うっていうのが、一番の正解かなと思います。まあ一つしかないので、まあ、本当にね、途切れさせずに、常に作っていくっていう、常にね、狙いながら作っていく、こちらのレシピがカクコロ岩石煮ってやつですね。硬いものがたっぷり鉱物少々、硬いものたっぷりなんで、たっぷりっていうのはね4個以上になります。なので硬いものをね、全てにしても大丈夫だと思います。硬いものたっぷりで鉱物、こちら鉱物になりますね、少々なんで、まあ、2個以上と基本ね、こういう感じで、岩石になるように作るのがいいと思います。これもね、イワーク出てきやすいので、素材が決まったものからまずはイワーク、そして硬くなるを覚えてるイワークを、目指していくっていうのが、まず最初にねやることかなと思います。結構青も使うんで、青の素材アップでもいいかもしれません。カクコロシルクレープを使うとノーマルのポケモンが出てきます。まあ、本編と違ってね、抜群取れなくてもノーマルポケモンで十分強いです。もうカビゴンのねギガインパクトで十分分かりましたけど、まあ、非常に強いと。このノーマルのねすごくいい以上でしたら、なかなかね使えるポリゴンやベロリンガ、そしてガルーラなんていうのも出てきますので、まあそういう、ちょっといいポケモンを、狙うっていうのがありかなと思います。甘いもの多め、これ甘いですからね、甘いもの多めで、そして灰色が2つっていう風なのが、まあ、ノーマルポケモンで、レアで全て固めるとスペシャルってなってね、スペシャルってなってねランクスペシャルの中のレアなポケモンが選ばれてね出てくるのでいいかなと思います。言った感じで、まあ、強いポケモンを徐々に作っていくのが非常に重要になります。なので最初はですね、本当、僕おすすめの、まあ、イワークをゲットするために地面もしくは岩の料理を作りまくってですね、もうほとんど地面もしくは岩タイプのポケモンで、ボックスを埋めていくと。でその中で、あ、このイワーク、硬くなるのイワークかな、今これはロックカットですけれども、まあ硬くなるの、3枠開け、まあ無課金の方はねなかなかゲットできないと思います。僕も、もうずっと周回してですね、ようやくたまった、この、プレートになります。もうだいぶね9個以上あるものは捨てましたけれども、まあずっとねやり続ければ増えていきます、間違いなく。ただ最初欲しいなと思ってもなかなか出てきません。僕も、課金は解除してですね、早く進めるために、これゲットしましたが、結束ストーン、守るや、今回はねイワークの守るに焦点を当ててますが、他にもね僕が今使ってるミュウツーやカイリキが覚えるビルドアップなんかはね、この結束ストーンがあるかないかでもう全然段違いに違ってきますんで、一つでもつけると仲間はみんながね強くなって、非常に攻略しやすくなるので、まあ、結束ストーンが来たらですね、もうこれは絶対もう残しとこうという感じにしておいてください。あと使えるのがやっぱり、技の待ち時間が早くなるやつと、あとはまあ広がるストーン、さあそしてさっき話したですね、まあ、ちょっと強くなってきたら、今度はねカイリキのビルドアップなんかを狙っていくといいと思います。はい、カイリキのね出てくる料理っていうのが、まあ、カッコロマッスローレ、甘いもの多めのキノコ少々という、こちら下段が甘いもの3つですね、そしてキノコが2つで、格闘ポケモンの鉱物、これでですねほぼほぼワンリキ出てきてくれるので、ワンリキをいっぱい出してですね、まあ、ビルドアップ3つ開けの、ワンリキを作ってですね、カイリキにして育てるっていうのもありかなと思います。こんな感じですね、ほんとね結束ストーンが、早めに出てくれればいいんですけど、まあ、出てこないとねなかなか厳しいかなと思います。確かねここら辺厳しかったな、ここら辺とか、だんだんグッグッグッグ難易度が上がってくるので、最初はねどんなポケモンでも、結構余裕めに進めるとカメックスとかが来たんですけど、まあ、最終ここら辺になってくるともう結束ストーンでねビルドアップで攻撃とか上げていかないともう全然太刀打ちできなくなってくるので、まず序盤はね、イワークとか、まあ、ワンリキーカイリキーとかを育てながら進めるっていうのが、一直線にポケモンを育てていくっていうのがね絶対的なやることかなと思います。まああんまりね
固く考えずにそんなのいい適当に楽しくやるぞっていう人ももちろんいいと思います。だから僕が今回言ったのはね、最効率で、まあ、無課金でね無駄なく、進めていくやり方ですね。そして、ポケモンのねレベルも上げるために自分のクリアできる一番ね、このベースが高い場所、こういう1800とかね、ボスは強いのでまあこういうところの、一番高い数字の部分を、まあ、他のとこも確か同時に行けたりします。まあ3までだったら、まあ、ここ1800で、まあ、周回して、料理とか、まあ、バッテリーを減らしていく。そして探検ボーナスが、マックスの時はですね、一番いいところでしっかりボーナスの分をゲットして、こんな感じで、まあ、料理を作りつつ、探索をしつつバッテリーを、有効的に使っていく。そしてね同タイプでこういうボックスは固めて、技ひらめきだったりですね、技ひらめきだったり特訓をしっかり有効活躍すると。他のポケモンだとこんぐらいしか上がらないですけど、同じ、まあ、虫タイプをグッと上げるとグンと、もうレベルが1個上がってますからね。レベルこの98から99ってかなり厳しいところ、かなり上がりにくいところですけど、まあこんぐらい上がるとこうですかね。同じレベル、ほぼ同じレベル98の毒のニドランを入れても、まあこんなもん。まあミュウツーとか入れちゃうとね、グンと、あ、ミュウツー入れても99なんだねっていうことは、このビードルのこの99のここのラインっていうのはやっぱでかいっていう風のがよくわかりますね。まあ同じタイプで固めていくっていうのが一番だと思いますので、皆さんですね、今スマホ版始められてる方、まずはねどのポケモンが欲しいか効率よくね、ポケモンゲットして、自分の中で一番この子が強いなって言ったら、この子を育てるために他のポケモンたちを特訓していくみたいなスタイルがいいんじゃないかなと思います。ということで今回はちょっと進めてる方にはすごい物足りない内容だったと思いますが、無課金の方の進め方をですねちょっと僕なりにまとめてみました。ということで、まだまだねポケモンクエストの方はいろいろね、これからもね続けていきたいかなと思います。ということでスマホ版ね、進める方皆さん頑張ってください。それじゃあ土の子でした。